宮沢賢治作夜中の星。夜中は実に醜い鳥です。顔はところどころ味噌をつけたようにまだらで、くちばしは平たくて耳まで裂けています。足はまるでヨボヨボで一軒とも歩けません。他の鳥はもう夜中の顔を見ただけでも嫌になってしまうという具合でした。例えばヒバリもあまり美しい鳥ではありませんが、夜中よりはずっと上だと思っていましたので、夕方など夜中に会うとさもさも嫌そうにしんねりと目をつぶりながら首をそっぽへ向けるのでした。もっと小さなおしゃべりの鳥などはいつでも夜中の真っ向から悪口をしました。へえ、また出てきたね。まあ、あのざまをご覧。本当に鳥の仲間の面汚しだよ。ねえ、まあ、あの口の大きいことさ、きっとカエルの親類かなんかなんだよ。こんな調子です。おお、よだかでないただの鷹ならば、こんな生半可の小さい鳥は、もう名前を聞いただけでもブルブル震えて顔色を変えて体を縮めて木の葉の陰にでも隠れたでしょう。ところがよだかは本当は鷹の兄弟でも親類でもありませんでした。かえってよだかはあの美しいカワセミや鳥の中の宝石のようなハチスズメの兄さんでした。ハチスズメは花の蜜を食べ、カワセミはお魚を食べ、よだかはハムシを取って食べるのでした。それによだかには鋭い爪も鋭いくちばしもありませんでしたから、どんなに弱い鳥でもよだかを怖がるはずはなかったのです。それなら鷹という名のついたことは不思議なようですが、これは一つはよだかの羽がむやみに強くて、風を切ってかけるときなどはまるで鷹のように見えたことと、もう一つは鳴き声が鋭くて、やはりどこか鷹に似ていたためです。もちろん鷹はこれを非常に気にかけて嫌がっていました。それですから夜中の顔さえ見ると肩を怒らせて、早く名前を改めろ、名前を改めろというのでした。ある夕方、とうとう鷹が夜中の家へやってまいりました。おい、いるかい？まだお前は名前を変えないのか。ずいぶんお前も恥知らずだな。お前と俺ではよっぽど人格が違うんだよ。例えば俺は青い空をどこまででも飛んでいく。お前は曇って薄暗い日か夜でなくちゃ出てこない。それから俺のくちばしや爪を見ろ。そしてよくお前のと比べてみるがいい。鷹さん、それはあんまり無理です。私の名前は私が勝手につけたのではありません。神様からくださったのです。いや、俺の名なら神様からもらったのだと言ってもよかろうが、お前のはいわば俺と夜と両方から借りてあるんだ。さあ返せ。高瀬、それは無理です。無理じゃない。俺がいい名を教えてやろう。一蔵と言うんだ。一蔵とな、いい名だろう。そこで名前を変えるには改名の披露というものをしないといけない。いいか、それはな、首へ一蔵と書いた札をぶら下げて、私は以来一蔵と申しますと口上を言ってみんなのところをお辞儀して回るのだ。そんなことはとてもできません。いや、できる。そうしろ。
もしあさってなさまでにお前がそうしなかったら、もうすぐつかみ殺すぞ。つかみ殺してしまうからそう思え。俺はあさっての朝早く鳥の家を一軒ずつ回って、お前が来たかどうかを聞いて歩く。一軒でも来なかったといううちがあったら、もう貴様もその時がおしまいだぞ。だってそれはあんまり無理じゃありませんか。そんなことをするくらいなら私はもう死んだ方がマシです。今すぐ殺してください。まあよく後で考えてごらん。一蔵なんてそんなに悪い名じゃないよ。鷹は大きな羽をいっぱいに広げて自分の巣の方へ飛んで帰っていきました。よだかはじっと目をつぶって考えました。一体僕はなぜこうみんなに嫌がられるのだろう。僕の顔は味噌をつけたようで、口は裂けてるからな。それだって僕は今まで何にも悪いことをしたことがない。赤ん坊の目白が巣から落ちていた時は助けて巣へ連れて行ってやった。そしたら目白は赤ん坊をまるで盗人からでも取り返すように僕から引き離したんだな。それからひどく僕を笑ったっけ。それに、ああ今度は一蔵だなんて、首へ札をかけるなんて、つらい話だな。あたりはもう薄暗くなっていました。よだかは巣から飛び出しました。雲が意地悪く光って低く垂れています。よだかはまるで雲とすれすれになって音なく空を飛び回りました。それからにわかにヨダカは口を大きく開いて羽をまっすぐに張ってまるで矢のように空を横切りました。小さな羽虫が幾匹も幾匹もその喉に入りました。体が土につくかつかないうちにヨダカはひらりとまた空へ跳ね上がりました。もう雲はネズミ色になり、向こうの山には山焼けの火が真っ赤です。夜中が思い切って飛ぶときは、空がまるで二つに切れたように思われます。一匹のカブトムシが夜中の喉に入ってひどくもがきました。夜中はすぐそれを飲み込みましたが、そのときなんだか背中がゾッとしたように思いました。雲はもう真っ黒く、東の方だけ山焼けの火が赤く映って恐ろしいようです。夜中は胸がつかえたように思いながらまた空へ登りました。また一匹のカブトムシが夜中の喉に入りました。そしてまるで夜中の喉をひっかいてバタバタしました。夜中はそれを無理に飲み込んでしまいましたが、その時急に胸がドキッとして、夜中は大声を上げて泣き出しました。泣きながらぐる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 空を巡ったのです。ああカブトムシやたくさんのハムシが毎晩僕に殺される。そしてそのただ一つの僕が今度は鷹に殺される。それがこんなにつらいのだ。ああつらい、つらい。僕はもう虫を食べないで飢えて死のう。いやその前にもう鷹が僕を殺すだろう。いやその前に僕は遠くの遠くの空の向こうに行ってしまおう。山焼けの火はだんだん水のように流れて広がり、雲も赤く燃えているようです。よだかはまっすぐに弟のカワセミのところへ飛んでいきました。
きれいなカワセミもちょうど起きて遠くの山火事を見ていたところでした。そして夜中の降りてきたのを見て言いました。兄さん、こんばんは。何か急のご用ですか？いや、僕は今度遠いところへ行くからね。その前ちょっとお前に会いに来たよ。兄さん、行っちゃいけませんよ。ハチスズメもあんな遠くにいるんですし、僕一人ぼっちになってしまうじゃありませんか。それはね、どうも仕方ないのだ。もう今日は何も言わないでくれ。そしてお前もね、どうしても取らなければならない時のほかはいたずらにお魚を取ったりしないようにしてくれね。さよなら。兄さん、どうしたんです？まあもうちょっとお待ちなさい。いや、いつまでいても同じだ。ハチスズメ、後でよろしく言ってやってくれ。さよなら。もう会わないよ。さよなら。よだかは泣きながら自分のお家へ帰ってまいりました。短い夏の夜はもう明けかかっていました。シダの葉は夜明けの霧を吸って青く冷たく揺れました。よだかは高くキシーキシーキシーと鳴きました。そして巣の中をきちんと片付け、きれいに体中の羽や毛をそろえて、また巣から飛び出しました。霧が晴れて、お日様がちょうど東から昇りました。夜中はぐらぐらするほど眩しいのをこらえて、矢のようにそっちへ飛んでいきました。お日さーん！お日さん！どうぞ私を、あなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。私のような醜い体でも焼けるときには小さな光を出すでしょう。どうか私を連れて行ってください。行っても行ってもお日様は近くなりませんでした。かえってだんだん小さく遠くなりながらお日様が言いました。お前はよだかだな。なるほど、ずいぶんつらかろう。今夜夜空を飛んで星にそう頼んでごらん。お前は昼の鳥ではないのだからな。よだかはお辞儀を一つしたかと思いましたが、急にグラグラしてとうとう野原の草の上に落ちてしまいました。そしてまるで夢を見ているようでした。体がずっと赤や木の星の間を登っていったり、どこまでも風に飛ばされたり、また鷹が来て体をつかんだりしたようでした。冷たいものがにわかに顔に落ちました。よだかは目を開きました。一本の若いススキの葉から露が滴ったのでした。もうすっかり夜になって、空は青黒く、一面の星が瞬いていました。よだかは空へ飛び上がりました。今夜も山焼けの火は真っ赤です。よだかはその日のかすかな照りと、冷たい星明かりの中を飛び巡りました。それからもう一遍飛び巡りました。そして思い切って西の空のあの美しいオリオンの星の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さーん、西の青白いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。オリオンは勇ましい歌を歌い続けながら、よだかなどは天で相手にしませんでした。
夜高は泣きそうになってよろよろと落ちて、それからやっと踏み止まってもういっぺん飛び巡りました。それから南の大犬座の方にまっすぐに飛びながら叫びました。お星さん、南の青いお星さん、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。大犬は青や紫や木や美しくせわしく瞬きながら言いました。バカを言うな、お前なんか一体どんなものだい。たかが鳥じゃないか。お前の羽でここまで来るには億年長年億長年だ。そしてまた別の方を向きました。よだかはがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた二辺飛び巡りました。それからまた思い切って北の大熊星の方へまっすぐに飛びながら叫びました。北の青いお星様、あなたのところへどうか私を連れて行ってください。大熊星は静かに言いました。余計なことを考えるものではない、少し頭を冷やしてきなさい。そういう時は氷山の浮いている海の中へ飛び込むか、近くに海がなかったら氷を浮かべたコップの水の中へ飛び込むのが一等だ。夜高はがっかりしてよろよろ落ちて、それからまた四辺空をめぐりました。そしてもう一度東から今登った天の川の向こう岸のわしの星に叫びました。東の白いお星様、どうか私をあなたのところへ連れて行ってください。焼けて死んでも構いません。わしは王風に言いました。いや、とてもとても話にも何にもならん。星になるにはそれ相応の身分でなくちゃいかん。またよほど金もいるのだ。よだかはもうすっかり力を落としてしまって、羽を閉じて地に落ちていきました。そしてもう一尺で地面にその弱い足がつくというとき、よだかはにわかにのろしのように空へ飛び上がりました。空の中ほどへ来て、よだかはまるでわしが熊を襲うときするようにブラッと体をゆすって毛を逆立てました。それからキシー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 と高く高く叫びました。その声はまるで鷹でした。野原や林に眠っていた他の鳥はみんな目を覚ましてブルブル震えながらいぶかしそうに星空を見上げました。よだかはどこまでもどこまでもまっすぐに空へ登っていきました。もう山焼けの火はタバコの吸い殻のくらいにしか見えません。よだかは登って登っていきました。寒さに息は胸に白く凍りました。空気が薄くなったために羽をそれはそれはせわしく動かさなければなりませんでした。それなのに星の大きさはさっきと少しも変わりません。つく息はふいごのようです。寒さや霜がまるで剣のようによだかを刺しました。よだかは羽がすっ
かりしびれてしまいました。そして涙ぐんだ目を上げてもう一遍空を見ました。そうです、これが夜高の最後でした。もう夜高は落ちているのか登っているのか逆さになっているのか上を向いているのかも分かりませんでした。ただ心持ちは安らかに、その血のついた大きなくちばしは横に曲がってはいましたが、確かに少し笑っておりました。それからしばらくたって夜高ははっきり眼を開きました。そして自分の体が今輪の火のような青い美しい光になって静かに燃えているのを見ました。すぐ隣はカシオピア座でした。天の川の青白い光がすぐ後ろになっていました。そして夜高の星は燃え続けました。いつまでもいつまでも燃え続けました。今でもまだ燃えています。